じゃあね、三脚を首も伸ばします。首を伸ばしてこの温度計からいきましょう。よし、はい、で、その間に手を当てる人は、はい、あ、そいつをね、置いといていいです。で、気圧は、はい、気をちょっと蹴っ飛ばさない場所で、置いて、はい、飲める状態に立てなくていいですよ、横にしていいです。あ、はい、はい、はい、あ、なんかちょっとずれてるか、地磁気の味で、はい、完璧には刺してないんです。脇弱の人は、脇弱の人はこの高さ測ってるんですよ。はい、はい、それで、音符の系はここに全部ここにです。なんかそのナンバーがどうやったのか。3だけど。これは90度。安定です。安定です。暑いな。いいよな。緊張する。やっぱここ覚えちゃう。はい、すいません。こんな感じで。お風呂が入った。あと電話が。はい、10枚。じゃあまずね、高さ今測ってもらってるので、じゃあ測ってください。はい。で、この温度計はここまでの高さが欲しいので。その段差とここからここ、はい、3回測り、はい、書くとこがあるのは分かるかな。基準面っていうのがあるんですけど、それテキストにありますね。芸術館前は標高何メートルですってのがあって、その標高何メートルからさらにこれだけ上がってるわけですよ。その高さを入れといてほしい。分かります。屋上行ったら屋上の標高があって、それを入れてくださいね。芸術館前でいいです。じゃあ、あれが気圧計ですけど、あの気圧計は地面に置いてあるので、その段の2段の高さの分だけ教えてみて。18.9 センチメートル。こっちが違う。下が、でも多分足してください。普通に足すだけ。単円気をつけてくださいね。あ、ここまで測ってください。はい。あ、こいつです。ここを測る。で、その他、時間とか、なんだっけ、ちょっと先書かせて。何があったっけ。天気、はい、書いてください。雲の種類、はい、書いてください。今日はいい雲出てますね。種類、辻雲とか、さっき、はい、何でもいいですよ。これ辻雲ですね。はい、雲の種類は10タイプに分けて、まあどれかな、これに近いかなっていうやつを選んで。あとさっき書いてあったスマホにある時間90点90点残る。あ、ここ順々足した。すごい、足した。15点足して124.9cm。 単位気をつけてくださいね。ちなみに総石油だからさっき75m。124.9m。 1.25m。 1.25m。 1.24m。 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 1
いいですか、だいたい測る前に書くべきものは書けた。いや、ね、時間さ1時35分でいい。うん、13時13時35分。これ何のために種類を見てるのかもちょっと考えておいてくださいね。分かんなくてもいいけど、種類が違うってことは何が違うのかってことも考えてくださいね。そういう疑問がどこに湧くかってことなんですよ。調べてもいいし調べなくてもいいんですけど、興味が湧いたんだったらほっとかない方がいい。じゃあ行きましょうか。いいですか。じゃあまずですね、ちょっと時間かかるんでこいつからちょっと話します。こいつはまあ温度計2本あるんですよ。だから片っぽ明らかに気温を測ってるんですね。だからこれ読むだけで気温が分かると、まあそれは分かります。でもう一個あって、この2つを組み合わせるとなぜか湿度が分かる。どうやったらいいと思います？湿度を知るために2本を組み合わせれば分かると。これも決まってるんですね。自分だったらどうします？湿度って何ですか？湿度は、1×1×1 の立方体の中に含まれる、その水分の量の割合なんだけど。そうだね、割合だね。飽和水蒸気量と飽和水蒸気量を見れば湿度が出てくるんだろうかと思います。つまり、なんかそのこの空気の中に含んでいる水蒸気の量ですね、それが湿度です。多いとベタっとした感じになるし、全くなければカサカサした感じになるじゃないですか。感覚的には分かりますね。で、あれを数字にしようって話です。で、それどうしたらいいか。温度計ですよね、両方とも温度計なんですよ。気化熱じゃないですか。わー、いいとこついてきますね。気化熱どうやったらいいと思います？ポイントがあるし。はいはいはい、気化熱でどれだけ温度が下がったかによってどれだけ水が蒸発してるかっていうのが、おーってなるちょっとおーってなるってなります。はいはい、じゃあどうしますこれ。はい、ですね、片っぽはガーゼがついてます。わかります？なんでそのペットボトル持ってきたのかなとか思いませんでした？なんかやること分かってました？スポイトあるし、ペットボトルに水が入ってるし、ここにガーゼがあるし、締め合わせる。どうしましょうか。はい、で最後にもう一個だけ考えてほしいんですけど、このゼンマイなんですか？マシン
思いっきりましょう。大丈夫です。壊れないです。グリグリ回しましょう。どんどん回しましょう。どんどん回してください。どんどん回してください。音鳴ってるよ。はいはいはい。なんか回ってますよね。あ、じゃあお水でいきましょうか。はい。途中で止まっちゃうので、また巻き直してください、ね。止まりそうになってきたら。はい。そして、そして、そのスポイトと水がありますね。どうしますか？こいつ濡らすんじゃない？濡らせばいいんだよね。はい。はい。思いっきり濡らしてください。十分に。十分濡らしてくださいね。あ、こぼれてもいい。意外と見た目に関して几帳面だよね。映画とか。すごい几帳面。はい。しっかり濡らしましたね。タッチ大丈夫ですか？もう垂れるぐらいですよ。あ、そう。はい、もっといきましょうか。ちょっと垂らそう。はい、垂らそう。はい、じゃあ蓋しましょう。で、気化熱が奪われるとどうなんですか？温度が下がる。下がるだろう。どれぐらい下がります？何によって下がります？液体より違う。それと湿度と何の関係があります？湿度が高いと、うんうん、気化熱が正常になる量が少ないから、気化熱で奪われる熱が少ないから差があまり出なかった。そうだね。この中がマックス、まあ、とんでもないです、はいはい、だから湿度 100% だったら一切気化熱出ないの。風ガンガン送ってほらほらってやってんのに全然涼しくならないという状態ですからで、ね、そうすると全く同じ温度になるんですね。湿度 100% だったら、湿度 0% だったらまあどこまで下がるか分かりませんけど、まあ、すげえ下がるんですね。で、50% だったらどのぐらいですか？まあ、その真ん中なんですよね。で、それ、だからこの差が結局湿度を表してるだろうねって話なんですね。それをテキストで、後でちょっと見てほしいんですけど、なるほど、この式に乗っければ、パーセントになるんだろう。というのが後で出てきます。だからこの差を記録しとけば、いいって話になります。これをじゃあちょっと5分ぐらい置いておきます。5分ぐらい置いておきます。しっかりほら、気化熱で出ていただきましょうよって話。じゃあですね、その間に気圧計はもう読むだけなんで、順番に自分の目で読んでって記録しててください。よし、はい。それぞれの人は少なくそこだね、うん、あ、そうか、そこの2つ買ったりとか、はい、1.5、1.3、はいはい、ここ黒って言わないと1.5だから、はい、同じ目線の高さで一人一人自分の目で見てくださいね。全員が一緒じゃなくてもいいし、自分の目で見てください。で、感じたことはよくよく覚えててください。そこからさらにこれぐらいだね。なるほど。
なるほどね。はい、どうですか、全員読みました？バンバン読んでくださいね。なるほど、なるほど。だいぶ下がる。だいぶ下がる。俺も加熱したいな。どうですか、落ち着いてますかね。もう下がりきった感じしか出てきてるから、どうして下がるのか。よし、晴れれば下がれる。もう高さかな。よっしゃ、じゃあこっちも読んじゃいましょう。まだ下がってる。じゃあもうちょい待ちましょうか。その間にじゃあ気圧計もう全員読みました。全員読んだ。これさ、まあ、ちょっとしまう前に、これ用済みなんですけど、しまう前にこれがなんで気圧なのって話したんです。よくわかんないけど、これ何なんですか。なんで気圧を測れるの、こんなやつが。こうやってんじゃねえか。そんな気になるようになる。一発で来るとは早いですね。知ってた、ご存知ですか。考えれば分かるだろう。基準がないと測れないじゃん。おーと思うんだよね。なるほど。いやでも、すげえ簡単な話なんですけど、気づかない人多いんですよ。俺毎回これ聞くんですけど、最後までわかんない班はわかんないですからね。真空を基準にしたらどうします？それは。水銀を入れる。でもなんでもいいですよ。なるほど。何かこう、圧力、お金があったり、それの無駄なさを、なんかちゃんと対応できるような物質を入れてみたりすると。真空はでもゼロなんですよ。水銀だとどう水銀でさ、なんかなんだっけ、習った？トリチェリ。トリチェリは76センチで一気圧なんだから無理っすよ。あれから相対的に何センチになったら上がったのかな、上がったのかなって話はまあある。それを基準にすることもできますけど、トリチェリはあれだよ、外気と接してないとできないからさ、押されるもんが。これ、材料ある、技術もある、アイデアだけみんなで考えてくれって言われたらどうやって作るか考えてない。真空は素晴らしいです。真空ですよ。やめりゃいいやん。これが真空なんだ。これ？で、へこみをどうメモリーするか。真空がゼロだから
ゼロ以上なんだから外気は絶対へこむの完全に。なるほど。だからそのへこみ具合をメモリーすりゃいいんだけど分かんなくてそんなまあまあそのへこみ具合をメモリーにする技術はあるとしよう。そしたらできる。できますね。真空のなんだ器を用意してなんかそこに外気と接する膜があってへこむ場所がそのへこみ具合を測ればいいって話ね。でもあれかへこみ方の強度も違うかな。最初はこうやっていけるでも例えばだけどあの必ずしも同じ 物体のへこみ具合じゃなくて例えば 筒みたいなやつにあピストンあったじゃん。あピストンはあれ比例するじゃんか。そっか的なやつで2つの物質を使えばどうにかなったりしたら私はちょっと髪の毛でやったことがある。へえ。曲がり伸縮のへぇー、それは知らなかった。まあでも簡単に言ったらその真空の箱にがどれぐらいへこむかって話ですね。まあ、別にドラム缶でも何でもいいんですよ。大きい話だと缶ジュースでも何でもいいんですよ。でそのなんだ気圧が高いとどうなるの。へこむとめちゃめちゃへこむんだよね。気圧が低いとダメです。でもなんか真空なんでしょ。膨らみはしないと思う。へこむな、へこむ。気圧が低いとペコンってへこむけど、気圧がすげえ高かったらベコってへこむわけ。その差が分かりゃいい話でしょっていうことです。簡単に言ったら、はい。あとはじゃあそんな感じのことが分かるような針で作ってくださいって言ったら、あとよろしくって言ったら職人が作ってくれることにしといて、その原理さえ分かっていい話。はい、っていうことをやるからこんなちっちゃくて済むわけです。あのトリチェリーで70何センチとかって言ったらこのちっちゃい話で済まないじゃん。あのアイデアはすごいいいアイデアなんだけど、こんなちっちゃくしたいって言ったらちょっと別のこと考えなきゃいけないよねって言ったら真空すぐ出てくるのやっぱすごい。出す、うん、真空がゼロだよねってこと。気圧って何なんて分かってるってこと。気圧って何ですか。気圧って何のことですか。真空はゼロなんですね。空気の重さじゃダメですか。ああ、そういうことです、そういうことです。空気が押す力の方です。僕ら空気を背負って生きてるわけですね。で、何キロ背負ってるのかって話です。で、この上何個その空気の塊が乗っかってるのかの個数を数えてるようなもんですね。で、まあ、1000ヘクトパスカルって単位はまあいいんだけど、1000個なんかあるものが乗ってるとするじゃないですか。それはたまに900個になるかもしれないし、1000個になるかもしれないし、今度の台風は930個しかないからすげえ低いみたいな話を言ってるわけですよ。同じ地球の大気も自分の上にある空気は同じ量じゃないんですよ。ってことなんですね。で、今日はじゃあどんぐらいでしたかっていうことを今測ったんです。わかりますよ。で、じゃあこれをですね、屋上に行って測ったらどうなると思う。ちょっとよ。うん、っていうことですよね。まあそんなことやってみようよ。いや、たかだか屋上ですからね。何十メートルも差はないですよ。それでどんぐらい変わるのかという話です。ということをちょっと記録してください。記録しただけで感じることがあるはずなんです。じゃあ気をつけはしまってください。そしてあっちを読む時間にそろそろなるかな。ハハハハハ、少しで言っておけたわよ。
一番小さいメモリは 0.2 だから一番小さいメモリは無風になればいいかだから自分の中で1秒考えてよーいだから50センチぐらい 0.5 メートルでも俺一応2メートルさっきよかったさっきあったんだねさっきあったでも今なんだねこんなことがあるんだよねですねじゃあ、俺は当てる当てないってどういう話なんだろうあ、あれ、こないだ考えましたよ何そのなんか、天気予報が当たるか、それか言ってたね、それは、はいはい、はいはいはい、覚えてますよでも考えたでも、すげえ天気予報、アバウトすぎませんって言ってある地域に何ミリ以上行ったら何パーセントの確率みたいな、うん、どれぐらい細かくてんすかいや正直でもそんなもうでも長年当てにしてない生活を送ってたんで、うん、そんな細かくは見てないですけど、うん、まあ 50% ぐらいまで行ったら、うん、まあ多少はなんか雨降りそうな気がするんじゃないかなって思いますけど、うんうん、降水量 30% ぐらいだったら絶対に傘持ってかないですけどなるほどそれでたまに降ったりするは50% ぐらいでも降らない時あるあれあれあれ 70% でもでもさ前ずっと外にいるわけじゃないからさあれなんだよ自分のいる時間の中でのさその割合も変わるじゃん自分がさ学校にいたらさ授業やってるから午前中いないで午後だけしかいなくて午後ずっと部活出て外出てるけど俺の中の外の生活はさ午後じゃんで午後の降水確率がさでも、もし天気予報がさ、1日でさ、その地域に何ミリ以上降るっていう確率でさ、パーセンテージを出してたらさ、まあ、この地域は、午後にはまあ完全に降るだろうけど、午前中は降らないから、1日で相対したら何パーセント以上になるから、50% ぐらいにしとけみたいにしといたらさ、俺の生活はさ、午後じゃん。常にさ、だから午後降るんだったら、俺の中で 100% 降ってるよ。だからそういうのもあるからさ、俺の中で 100% の午後来るんだよ俺の中で何を求めてるかがはっきりしねえんだまあまあまあ逆にねだからはっきりしないから本当はそういう情報があるのかって取りに行けばああ。でもそうじゃなくて君の情報求めてるものを満たしてくれない情報しか取ってないだけか目覚ましテレビですそういうことだよ目覚ましテレビでざっくり見てそれが全てだと思ってたら満たされないあれが気になるかどうかね。びっくりになってきたですね。また上がってきちゃったそうね。でも、この負けてるな。そう。下がりきったところよね。まあ、多少、みんなの値はばらつくと思いますけど。気にしないでください。誤差で誤差。誤差電波で。それは何ですか天文の話ですかはい苦しかったマジだるかった全く興味ないって何ですか誤差電波ってあのね気象の計算もちょっとあるんですよあ、そうなんですかあるんだけどもうみんな綺麗に横並びでみんなこれは誤差電波ってずれたかもしれないってああ何も考えないで。で、俺、まあ、誤差電波は別に嘘じゃないから、全然バズにはしなかったけど、なんか、なんねえなと思って。考えてはないっすよ。なんだって誤差ってついてる時点で、誤差を認めてるじゃないですか。そう言えばいいんでしょみたいな感じになっちゃって。それを考察として書くのはちょっとどうかなと思う。考えてない、考察なのに考えてない状況になるんですよ。じゃあ、ま、なんか、間違ったこと書いてても考えてる方が意味ある。本当に考えしたくなるんだ
間違ってた。でもその人は違うのか、ちゃんと考えたのか。そうじゃないよって誰かに言われたらそうかもしれないねっていう受け答えができるようになったら、やっとコミュニケーションできる人になる。ね、だから最初から会っててもいいし、最初から混ぜ合ってもいいけど、自分で考えてないと絶対コミュニケーションできない。推論もないし、推論の根拠もないし、ね、表現もだからテンプレートだから人じゃなくてもいいよって話になってでそれは困るでしょ、彼氏。でも別に間違ってたっていいじゃん、考えてもっていうことを今日はね、解決しました。だから100点にしますよって言ってました。本当に点数意味ない気にしないで、はい、いいですか、全員読んだ。本当にコミュニケーションになるとかさ、話すことだね、だから。なるほど、そういうことを聞ける人聞ける人は喋れる。話せる人って言っちゃうと、はい、傲慢な人はコミュニケーションがあるんじゃないかって思ってるやついるじゃないですか、絶対に。なるほど、出しゃばるやつ、そういうやついるんですか。コミュニケーション能力大事だよとか言って話すやつ違う聞き方が話し合うから。なるほど、そういうやつは どこが欠けてるんですか、コミュニケーション能力。だから一方通行じゃないですか。なるほど、コミュニケーションできてないじゃないですか。キャッチボールじゃなくてドッジボールみたいな。いや、よくわかんない。表現まで、そんなちょっとわかんない。誰かが言ってたそんなボーリングやったいいですか。いい感じ、全員読んだ。こちら全員読みましたね。じゃあこっちも閉まっちゃいましょう。で、気をつけも閉まっちゃったね。閉まっちゃったので最後活用を測ります。ちょっとね、風通しのいいとこ行きます。いいです。巻き尺の方。風来るかな。巻き尺。一個一個風を起こす。巻き尺。失礼しました。はいはい。じゃあ巻き尺の人はですね、ちょっと来てください。あと風向風速を、あ、はい、ここで測りましょう。巻き尺は、ここの高さまでを知りたいです。はい。はい。で、風は、できるだけ高いところで、測ります。考えてみてね。松尾。どうやって松尾。それで、こいつは、非常にアナログなんですけど、このメモリをですね、ゼロにして、この裏のこいつで。グリグリってゼロにして、これを握ると回りません。この状態でえいってやって、誰か時計で測ってあげてください。30秒、よーいどんでパッと離してぐるぐるぐるって回って、その30秒で何メートルっていうメモリを読みます。で、コンパスの人はまあフラフラしますけど、だいたい方向こっちだと。30秒間でこう、大体こっち向いてましたというやつを16方位で決めてください。あなたの答えが全員の答えです。よし。ってことです。チキン重ね。はい。じゃあ、まず高さを測りましょうか。これ押さえときながらやるの？押さえれるところで握って、俺これ持ってる、ちょっと持っててあげて。うん。はい。地面から、その場所までです。なんとかして測ってください。まず手を伸ばす。手を伸ばす。
んですけど、そこまでここはこう大変じゃねえ、俺は手伸ばした時のカルコじゃない、じゃあ、こっそしたらここからここ分かるよ、じゃあ手伸ばしたらもう取らないから、マットとかあればいいんだね、こういう時にでかいやつ、そういう時にそういう話、そういうことなんだって、もうそういうことでしょ、だから先にここを測ってから、もうじゃあ早いうわ、いける、一発でいける人初めて、何で俺背伸びすんの、違うでしょ、まあ、俺は違うでしょ、俺無理でしょ、これこれだけの何え、ずっと30秒間西子背伸びするんだろう、何するかどうか、西子だろ、いくつフラフラすんなよ、ちょっと難しい、メモリは全部いいし、いや、今でも疲れたら、それともそれは当時の人と頑張れ、ニスコ、下の端っこ側に違う、4もいいかな、220で渡せる人がいる、すごいでよー、かっけよー、220大丈夫ない、どうやる、121これキープ、キープ121、この日にちの曲がり具合キープ、全部キープ、はい、じゃああとは用意なんで30秒やって、何でも背伸びしてんだよ、この測ってくれたら、ありがとう、こうちゃんの足にやりがい、キープキープキープ、かゆい、こうちゃん、かゆいよ、こうちゃん、キープキープキープ、かゆい、で、こうちゃん、こうちゃん測るよ、レバー、あ、お願い、いい、はい、スタート、キープでキープ、スタートでレバーを外す、レバー外す、はい、測り直しで、お前ふざけろ、4秒プラス、4秒プラス、動いたの今これ、全然動かなかった、ね、これ多分こいつを傾けて動いたやつです、さっき風向は出ました、風向動かなかった、風向もなし、動いてない、風向もなしだったらじゃあ不定と書いてください、不定0メートルは0メートルでいいです、あとあの全てのやつは小数点何位までとか書いてあるんで、それも気をつけてくださいね、という感じで1セットでございます、よし、屋上行こうか、あと同じことを屋上でやって後半組が待ってる、はい、ささっと終わってあげましょう、あ、風来たねまあこんなもんです、はい、いいですよ、行こうか、よっしゃ行こう、動かなかったかな、動かなかったもん、